信長様。おお、魔王を倒した勇者、光秀じゃないか。感動的なエンディングを見られたか？ゲームのように。魔王を倒したら、世界が平和になり完結、などというわけにはいかなかったようです。そうか。世界はファンタジーじゃなかったか。そうですね。信長様も、私が倒すべき、魔王ではなかったのかもしれません。それを確かめたくて来ました。お前にまた、信長様と呼ばれるとは思っていなかったぞ。なんて、嘘だけどな。お前は必ず、焼き殺した俺にまた会いに来ると思っていた。焼いた記憶はないですが。ああそうか。火をつけたのは俺だったかもしれん。今さらどうでもいいが。私にとっては、どうでもよくはなかったですよ。俺の首がそんなに欲しかったか。あの時は、欲しかったです。過去形なんだな。まあ、それはいいか。俺の首は、俺の体についているから意味があるんだ。だから俺の首はお前にはやらなかったが。お前が持って行っても、何の意味も価値もなかったぞ。そうでしょうか。敵将の首に意味がないとは、とても思えませんが。先行としてなら意味はあるが、お前はこうを求めていたのか？信長様を撃った証を掲げ、日和見だった者たちを、味方に取り込みたかったのです。日和ってる奴が増えてもダメだ。あれを千載一遇の好機だと捉えて、危ねえ橋でも渡る奴じゃなきゃな。そんな馬鹿な奴、一人しかいなかっただろう。家康殿。そうだ。あいつだけは、俺の首があってもなくてもお前についた。他の奴らは、俺や信忠の首を持っていったって。結局織田家に歯向かいはしなかったよ。お前と家康だけなんだ。石を持っていたのはな。お前ら、いい組み合わせだったけど風が吹かなかった。惜しかったな。石ならば誰でも持っていますよ。今日の晩飯はあれを食えてえなってくらいのもんならな。ああ、それと秀吉や勝家、成政みたいな。お前を許さないっていう、固い石を持ってた奴もいたな。では動かなかった者たちは。今日の晩飯が食えるかどうかくらいのことしか考えていなかった。お前が勝てばお前につき。別な奴が勝てば別な奴についただけじゃねえのか。結果待ち状態だ。それのどこに石があるんだ？俺の敵だった、毛利や上杉でさえな。よくわかりました。頭がいい奴は、頭が悪い奴を理解できない。逆もそうだがな。俺も成政の言うことは、ほとんど理解できない。それと同じように。石を持っているお前は、持っていない奴らを理解できていなかったんだ。そうかもしれません。今やっとそれを理解できたとしても、納得はできてねえよな。理解と納得は違うからな。そうですね。なぜ人を束ねる身でありながら、意思も持たない者がいるのか。腹の底から納得はまだできていませんね。まあ、無理に納得しなくてもいいことではあるな。ところで、何の話をしてたんだっけ？信長様は本当に、私が倒すべき魔王だったのかを、確かめさせて欲しかったのです。もちろん魔王という言葉は比喩ですが。わかった。だがもし俺が、お前にとっての魔王じゃなかったらどうするんだ？謝ります。それだけか？現世でなら別ですが、この地獄では私には、謝る以外のことができそうもありません。信長様は何を望みますか？お前とよく話してみてから考える。承知しました。で、何から話せばいいんだろうな。まず俺は、家臣の中でお前を最も信頼していた。そのお前は、いつ俺を殺そうと決めたんだ？甲州征伐後です。武田を滅ぼした時か。
じゃあ決めたら、たった2ヶ月で実行か。意外に気が短いな、お前。焦っていたからです。それに、機会にも恵まれました。武田を滅ぼしたら、俺を殺したくなったのはなんでだ？楓信長様が私に言ったことは、覚えていますか？もうこの国には、俺の天下統一を阻める奴はいなくなった。天下取りを進めながら、大陸の民への出兵準備も始めるって話か。そうです。それと、もう一つ。戦いに勝った奴が王になって、あの、民っていう、でかい国を支配している。勝った奴、つまり、最も武力を持つ者が、唯一無二の王になって、その国を支配するのが当然だって言った。はい。それはつまり天下を統一したら、信長様が王になり、武力で日本を支配するという意味でしょう。そうだ。お前が俺を殺した理由はそれだったのか。そうでした。民を責める、俺が王になる。それの何が悪いんだ？この国は民取り続きではありません。ですから、侵攻するのも侵攻されるのも、容易なことではないでしょう。侵攻されれば打ち払うべきですが、あえてこちらから攻める必要が、どこにあったのですか？まず、民を攻めるって話からだな。攻める必要か。時間はいくらでもあるから、順を追って話していくぞ。国っていうのは、土地の広さと人の多さで富むもんなんだ。そうだろう？そして誰だって、富が欲しいんだ。さっき武田の話をしたよな。海っていう国は、土地が狭くて人が少ねえから。武田は他の国の土地を奪って、人を従えて、富を得ようとしたよな。お前は武田に、国を奪われる方になりたかったのか？そうはなりたくありませんでした。しかし天下を統一すれば、日本だけでも十分な土地があり人がいます。海も山も平地もあります。それならば、奪わなくても国を富ませられたと思います。それは、海だけよりはって話だ。日本だけでどうして十分だって言える？人の判断基準っていうのは、いつでも他者との比較なんだ。海の向こうにはもっと広大な土地があり、数える気にもならんくらいの人がいる。それと比べや、日本だって海と同じ、いや、それ以下だろう。では命ある限り、海の向こうの土地までも、奪い続けるつもりだったのですか？そうだ。ですがたとえ海より狭い、たった一軍の領主であっても、他者から土地を奪わなかった者もいます。それは奪わなかったんじゃない。弱いから奪えなかったんだ。お前の言いたいこともわかるよ。奪い合いも殺し合いも不毛だよ。富を分け合って助け合った方がいいんだろう。そうです。だから、さっき言ったじゃねえか。お前は頭が悪い野蛮人の考えを理解できねえって。この世にお前みたいな頭がいい奴しか生きていねえなら、戦なんか起きねえかもしれん。でもな、大半がバカな野蛮人だろ。俺が海の向こうを攻めなくても、武力さえあれば、日本を攻めてくる国が絶対にあるんだ。陸続きかどうかなんて問題じゃねえんだよ。なるほど。私は視野が狭すぎました。しかしそれでも、この日本が一つにまとまれば、簡単に他国の侵略を許すとは思えないのです。さっき信長様は、奪い合いも殺し合いも不毛だと言われました。それがわかっている信長様ならば、他国の侵略から日本を守る術を考えられたのではありませんか？どうだろうな。俺が生きてる間くらいは守れたかもな。それでもいいのか？たとえ信長様が亡くなっても、信忠様も立派な当主に成長されたと思います。そうやって代々受け継いでいくという方法もあります。そうだな。確かに正論だよ。正論が必ずしも、正しい結果を生むとは限りませんかね。わからんな。正しいに越したことはないがな。ただ、正しい正しくねえなんて議論を。
ぶっ壊すくらいの強大な武力が現れたらどうするんだ。武力っていうのは、言い換えれば富だ。富があれば鉄砲も軍船も、いくらだって買えるんだからな。今の日本だけでは、国を守るだけの富を生み出せないのでしょうか。それこそ俺が生きている間だけじゃ、答えなんか出ねえな。生み出せるとしても、それがいつの時代になるのかもわからしねえ。わからねえんだから、もし抗いようもねえ武力が現れたら諦めるか？抗いようもない武力。私のちっぽけな発想の中には、そういうものは存在すらしていませんでした。俺だって想像もできねえよ。でも、初めて鉄砲を触ってみた時の、あの異質さは忘れられねえんだ。ああ、あれは。槍や刀、弓矢などとは、意味が根本から違うものでした。戦いの道具ではなく、これが兵器なのだと知った瞬間でした。そうだ。槍なんて、鎌や鍬と原理は同じだ。俺たちが初めて知った兵器が、鉄砲だったからまだよかった。あれなら日本の鍛冶屋で作れたからな。むしろ改良して性能が上がったくらいだ。だが、そんなレベルを超えた兵器が、海の向こうで作られてたらどうするんだ。日本の弱点は島国だってことなんだよ。俺はバテレンから、この世界の地図を見せられた時、体に衝撃が走った。奴らは誇張じゃなく、世界の端から端まで来ていやがった。お前、日本を狭いって思ったことあるか？ありません。だが世界から見ればちっぽけな島国だ。それを言えば、ポルトガルだってでかくはねえが。奴らは世界中を旅してきた。俺たちが見たこともねえものを、いくらでも知っている。お前、地平線なんて想像できるか？ここまで言えばもうわかるよな。広い土地が必要ですね。大きな船を使えば、海は人や物を運ぶのに適してはいます。しかし内海や沿岸ならまだしも、外海には危険がつきまといます。日本の外へ出るのは命がけです。でも海に面した広大な陸地があれば、陸の道と海の道で、人や物がもっと自由に往来できるようになります。それが富も知恵も運んでくる。その中には、鉄砲をしのぐほどの兵器もあるかもしれませんね。絶対にあるよ。ないって考える方がどうかしてる。正論などぶっ壊すほどの武力ですね。勝った者だけが国を支配するならば、正しいことをなすにも、まず勝者になる必要がありますね。少なくとも、途方もない武力に屈してはなりません。だから大陸を一部でも奪って、日本も世界レベルの武力を持つべきなのですね。ここまではよく理解しました。理解だよな。納得はできねえだろうな。実は俺も、腹の底の底から納得はできてねえ。それでも、そこまではっきりと考えていたのですか。わからねえ。今お前と話しているから。こうやって言葉で説明できているだけなのかもしれねえな。こんな話が通じそうな奴は、お前くらいだろうからな。おそらく俺も今話しながら、自分の考えに筋道をつけていけているんだろう。さて、ここからは、お前が俺に説明する番だ。現世にいたお前の方が、詳しく知っているだろう。当事者でもなかったからこそ、客観的にも見られたはずだ。どうして日本は、あの半島すら奪えなかったんだ？